はいどうも皆様こんにちは、ピーターマンです。ワールドトリガーボーダレスミッション、はい、今回はなんと在宅勤務でやろうと思ってます。はい、うん、まあ意味わからないですねちゃんとね説明をしようと思ってます。順を追ってちゃんと説明します。はい、やっぱ最近ねコロナウイルスの影響でこう家をね一歩も出れてないっていう方多いじゃないですか。僕も本当にそれで、もう完全に会社がねもう全員が在宅勤務テレワークしてくださいっていう方針で、もう先月末か、あ、違う、先月初めからか、もう1ヶ月半ぐらいずっと家でねこもって仕事してるんですけど、もうね頭おかしくないそうですね、やっぱりねもう買い物ぐらいしか家出ないので、もう多分皆様もねそういう人多いんじゃないかなって、まあ、結構ラジオでも言ってますけど多いんじゃないかなって感じもしますよね。うちのねあのホイケルやガサリンも結構テレワークで働いてるので、で私はもうずっと働いててもうねもうなんかさっきもね言ったけど同じことを繰り返すようだけど、だいぶね狂ってきそうなんですよねでその結果変なことをね思いついちゃったんですよ。でこのゲームでこう家から一歩も動かずにやったらどうなるんだろうっていうことをね思いついちゃったわけなんですよ。どういうことかというと、まず1、あのね家自宅を1個決めて、そこから絶対その敷地内から動かないでトリオン兵を倒す、ネイバーを倒すっていうこと、はい、それをねやろうと思ってます。で2つ目はポジションはあのスナイパーで奈良坂さんでやろうと思ってます。でそこからねあの家の屋根があるんですけど、あの屋上から、要は屋上から一歩も動かないように、まあ一歩っていうか、まあ、その敷地内から出ないようにしようと、それでやろうというわけですよ。でそれであの出てしまったらそこでもゲームオーバーで終わらせようと思ってます。まあ要するにですね、自宅の、まあ、自宅って言ったか分かんないけど、その家の、 あの屋根の部分から絶対に外に出ずに、出ないようにしながらスナイパーで、ネイバーの集団をこう殲滅していくっていう、まあ、ただそれだけのねミッションですね。まあこれはだいぶね長々と説明しちゃったけれども、多分ねこう聞くより見る方が早いと思うんで。ちなみにねやるミッションはこれ A 級訓練プログラム、こっからちょっと見えてるんですけど、あのマンションのね上に陣取ろうと思ってます。んで連れていく人、行く人はこの奈良坂通さんで、装備品はこんな感じにしてます。まあ、グラスホッパーと身体能力強化はぶっちゃけ使わないんですけど、あのスタート地点からその家に行くまでにちょっとねちょっとした距離があるんで、そこまでちょっと最速で行けるようにこれつけてます。まあ、あとはぶっちゃけ盾ぐらいなんで必要なものってはい、じゃあそこで行ってみましょう。それだけだ。よし、ミッション開始だ。いやね、分かってはいるんだけど分かってはいるんだけど、このゲームで多分ね、まあ、やってる方は結構いるかなと思うんですけど、このゲーム世界でね僕しかいないと思う。このゲームでこんなくだらない遊び方をしてるのはマジで本当にねなかなかいないと思いますよ。さあやっていきましょう。ここねスタート地点をねぶっちゃけ決められないのがねもどかしいですけどね。まあ位置的にも1回だけロケハンしてここにしようって決めたんですよ。でその家がこれです。もう家って言っていいのか分かんないけど、このマンションの、このマンションの屋根が全部敷地内なんで、ここから出たらもう終わりです。はい、で早速ね行きましょうか。取られた。これね打つ時足止まっちゃうんで、頑張ってこう動きながら打つわけですよ。こうやって動きながら打つわけですよ。目標を撃破。エクセレンス、いいね。捉えた。割とね、ここを見ると結構簡単なミッションかと思われるんですけど、あのバンダンの一撃を食らうと吹っ飛ぶんですよ。一回食らってみましょうか。だって吹っ飛んで結構吹っ飛ばされるんですよね。今あの半分以上吹っ飛ばされたんで、これで要は後ろにいる状態で吹っ飛ばされて、ここからあの出てしまうともうその時点でゲームオーバーなんで。捉えた。はい。そんな感じでね。やっぱねこう自宅勤務ってね、在宅でこうちゃんとやるには外出禁止っていうのをちょっと守んなきゃいけないんで、あの3密にね行っちゃいけないので、それを守ってこその正隊員、永久隊員である必要があるんでね、私もねやろうと思ってます。よし、 OK、 次はあっちだ。捕らえた。ぶっちゃけねそこまで、難しくないんですよね、難易度としては。
ただあの吹っ飛ばされたりこういうちょっとねちょっと嫌だなこいつ捕らえた人が喋ってんのによ次に向かうよしよしオッケーオッケーおっとびっくりした捕らえたあれを倒してでエスクードエスクードエスクード置いておけば吹っ飛ばされないんですよねこれ便利なんですよねだからエスクードとシールドでちゃんとね攻撃する必要はあるんですけど捕らえたこうやってこうやってちましましましとここから崩すやるわけですよ殲滅したオッケーオッケーオッケーいやーなかなかねでもねやってみるとね意外と楽しいですよ最初はやっぱりねこう慣れないと思うんで絶対吹っ飛ばされて落ちるんですよねなかなかそれがねこうなんだろうなスリル満点というかバムした勝てんだよなマジでちょっともうちょっと頭狙いたいねあー見失ったこうなるわけですよ一瞬でもね気を抜くとねバンダーに吹っ飛ばされて家から落ちてはいちょっと自宅勤務してくださいっていう外出禁止ですよってなるんですよねくっそ捕らえたさあリベンジですここからここら辺はねサクッと終わらせて今どっから食らった今どっから食らった今え何食らった今え今右の方から飛んできたよね怖っなんだろう本当にやべいやちょっと体力も結構持ってかれんだよなこいつ目標撃破オッケーバードがなあそこにいるの厄介だねえいトイトイ次に向かう、OK、あったーもう気を抜くとこれだよ捕らえたここから崩すそうさっきはよくもやってくれたなマジでちょっとエスクあいつかあの奥のやつが奥の白いやつがあの隙間から撃ってきてんのが怖いなこれ一発目二発目避けて撃って当たってない避けて撃って OK で早々にバドを落とすと思いきやまずあの奥のやつをヤリーの避けて撃つ届け OK であえての奥向いてるやつは多分僕のこと見えてないんでこうやって少々撃っていくわけですよねえバードを落としで今度はこっち側このね吹っ飛ばされてもこれに阻まれればぶっちゃけ無事で済むんですよねだからここにこう背をしてあ違う違う違うエスクードこっちじゃないエスクードこっちら辺に置いておいてここら辺で、ね、ちましまやってれば多分落ちないからこれでちょっとやりますかまずねあいつはちょっと邪魔邪魔邪魔学校の設備が邪魔撃破確認 OK でもこの角度だと届きますこれあっと無理かちょっと入るねちょっと当てにくいなやっぱこっち側行こうやっべそうだった危ねえ捕られたまたやられるとこだったまったくもう何度もやれるわけにはいかないんだよここからよしよしよし、OK かな目標を撃破終了さてあと3分ここからが大詰めねここからはね、第2ウェーブ捕らえたバードと周囲の敵を一掃下に多分モールモットとバムスターが出てくるんですよね来たまずちょっとこいつをちょっと弱点でもこの角度じゃ当たんねえか弱点は撃破確認しとけこれはやっべあーぶねそうかさっきね僕あいつにやられたからね今回はちゃんとシールドを使って撃破確認よーしオッケーまだまだうあいつはいいほっとこあぶねここから崩す早いなあいつスパンがシールドくっシールドあトリオンがトリオンがないエスクードはあったエスクぶっ危ねえ怖敵の反応がない残り2分よやばい時間がねエスクードエスクードちょっとあーッパー、うん、あちょっとまあ何もなかった何もなかったエスクード何もなかった今のは何もなかった足をこう踏み外すとか何もなかったよあのグラスホッパーがあったからね目標を撃破エクセレンス素晴らしいね捕られたやっぶね今またミスるとこあったつまんないミスで
ちょっとミッション終わらせとかった。これで終わりか、これで、あいつで終わりっすね。捕らえた、よかった、やっとクリアできた。あ、こいつはね、もう事務的に処理していきましょう。でんでん、3、残りはいないな。あ、ボタン。よく持ちこたえたわ。というわけで今回のミッションこれで終わりです。はい、本当にね、あのね、ワールドトリガーとはね、ぶっちゃけほとんど関連性がない、いろんなゲームでこういうことできるんでね。はい、まあ、最後にちょっとね、告知だけしようかなと思うんですけれども、あの今週末土曜日にラジオ配信を、第5回ラジオ配信するんですけど、その時にあの初ゲストとしてホイケルを呼ぼうと思ってます。で、一応あの遠隔なんで、あの Zoom ってやつを使って、ぶっちゃけあのオンライン飲み会みたいな感じでやろうと思ってるんで、一応ね、あのメイン司会は私で、であいつをゲストとしてね、扱ってやろうと思ってるんですけど、まあいずれね、こうまたこのコロナが収束して落ち着いて、でまた3人でちゃんとあのリアルタイムで集まれて、一緒のねところから配信できれば、またその時にはこう司会をね、また切り替えながらやれたらなと思ってますんで。で、来週あのゴールデンウィークあるじゃないですか。ゴールデンウィークって言っていいのか分かんないんだけど、あの長期休みをこう家で過ごすってだけだと思うんだけど、その中でもなんだろう、1回ぐらいはね、また第5回参加型生配信できればなと思ってます。その時にもね、まああの2人のどちらかとこうまた参加ねしてもらって、オンラインで一緒にやれればなと思ってますんで、はい。で、告知はそんな感じですね。いやー、終わったね。こんなね。まあ、またいずれね、あのちゃんとまたワールドトリガーっぽく、なんだろうな、配信というか、収録ももちろんね、しようと思ってます。この動画目指す100本ということで、やろうと思ってますんで、はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。